ヘディングシュート、決まった、ヘディング清武使う、清武前向く、乾が来た、乾が来た、乾決まった山田を起点に、そして左は山中のクロス、山中だ、山中クロスボールだ、6度だ。さあしっかりと繋いでくるセレッソ、裏を狙って上城だ、奥野から上城、上城右足だ、乾溜めて山田のシュート、決まりました。あ、岡村ブルーの面で詰める、フォアチェック、佐藤の突き、山田右足振る、ポストこぼれて乾、その後ろを狙いましたが下がる、引きつけて中原、スペース乾、ワンタッチコントロールで入れ替わった、山田が行く、ドリブルで運んで1対1、流し込んだ、3点目、パトリッチ引きつけて原川戻す、流れて中に入れてきました、ヘディングシュートだー、ジェアン・パトリッキー、おー、ここは清武が来た、清武の左中、うまく合わせた、松田から中へ、そして清武から中、これ奥野開き走っている、戻ってきた、三浦、そして富山口だ、届けた、気を使って山中走っている、山中中にはアダム・タカラとクロスが入って、これ奥野入っていった、しながら呼んでいる奥野へ、これ繋がった、奥野開けや、そしてまた運んでいってシュートは仕上げのゴール、マイクマン出す、マイクマン前を向いているシュートだー、縦に持っていってクロスという、あっとこれクロスが入ってヘディングきた、追いついたが、だから谷のキック、これが加藤へ、ゴール空いている、ゴールへ、どうか、流し込んだ、さあ、キレのあるドリブルからクロスボール、ヘディング、